数々の歴史に残る名勝負が生まれたダーツライブ TV。 2019年に送る新たなる戦いは、力と技と美しさを兼ね備えた女子プレイヤー対決、ダーツライブ TV マッチ2019。マッチ3、日本のプロツアージャパンのレディーストーナメントで3年連続年間1位、イギリスのハードダーツ世界選手権ではアジア人初となる優勝など戦歴多数、日本を代表する女子プレーヤー鈴木みくる。いや、すごい飛びだなと思いますえぐいなと思って対戦相手自体に感情を出したくないタイプなんですよ。なのでそこをどう抑えるかを毎回やってる感じですね。試合中は投げてる時は自分の空間なので、まあ、それを交互に投げてるだけであってっていうふうに思うようにしてます。いつもと変わらずやれたらいいなと思ってます。対するは日本のプロツアーパーフェクトの女子トーナメントで2年連続年間1位、男子プレイヤーに引けを取らないストロングプレーが光る日本を代表する女子プレイヤー佐藤佳澄。みくるさんとは私が年間取るにあたって、連続で取るにあたってアドバイスをもらってたりとかしてたんですけど、ね、先日世界一にもなられて、まあ、今日は胸を借りるつもりでぶつかっていけたらなって思ってますね。はい、男子に引けを取らずにやっぱ打ってくると思うんで、そのやっぱトリプル外さないで、点数負けててもどんどんカットに行こうかなとは思ってます。で、気づいたらその追い込まれてるみたいな状態を作れたら私の勝ちだなみたいなとこはありますよね。はい、ダーツライブ TV マッチ2019、マッチ3、選手の入場です。まずは佐藤佳澄。それでは両選手、固い握手を技をお願いいたします。では選択をお願いいたします。プレイヤー2、プレイヤー1、先行は佐藤佳澄選手となりました。マッチ3、佐藤佳澄 VS 鈴木みくる、ゲームオン。 Thank you, ladies and gentlemen. Five leg match. First leg, game on. Thank you.
73. You require 141. Marks. One mark. Three marks. Marks.
Raymond。Marks.2 marks.
7 marks!緊張しますよね。緊張します。あのね、デッドヒートも見せていただきましたし、いやそうですね、いい試合できたんじゃないかなって思います、はい、楽しませていただきました、ありがとうございました、ありがとうございます。
では佐藤選手いかがでしたでしょうか、今の試合は。いやーマーブルが入らない。いやいい試合したいなって思ったんですけど、はい、ちょっとのところで力んだりしてたんで、もったいなかったなと思いますね。あー勝ちたかった。じゃあ次戦った際にはぜひ。そうですね、次何かの機会があればリベンジしたいなと思いますので、首洗って待っててね。待っててね、お願いします。ありがとうございました。両選手にもう一度大きな拍手をお願いいたします。またもや空振り。そういうのありなんですか。